その力は神が封じたものだ。解放することは禁じられている。人を封印したことを正当化するつもり？大天使と崇められて恥ずかしくないのか？逆しらな口を聞くな、小娘。お前を封じたことには神の深い考えがあるのだ。そうやって神を盲信しているといい。この世界が壊れるその日まで。何？まさかお前。感じる。封印されていた本当の力を。これ以上お前と話す必要もない。私の用は済んだ。さらばだ大天使。ベテルのものには見えぬが、貴様何者だ？私は大天使アブディエル。ここは許可なき者は入れぬ禁足の地。おとなしく立ち去るならよい。そうでないならここで。その顔、お前は日本支部のナホビノか。再びナホビノに戻るとは愚か。この大天使の剣で成敗してくれる。アブディエルはアズタ君の仇だ。全力で迎え撃つぞ。
私は敗れると。さすがだな、見事な戦いぶりだ。しかし先ほどの人物は広峰陽子のようだが、人ならざる気配を感じた。彼女がマンセマットの告げたティアマトを操る者なのだろうか。一度話を聞きに戻ってみよう。戻りましたか。死聖女社官で何があったか教えてください。なるほど、そのようなことがあったのですね。やはりアブディエルとは戦いになりましたか。まあ、あの天使にはいい薬になったでしょう。問題は女神の力を取り戻した彼女、広峰陽子です。古来王となるべき神を選定する創世の女神と呼ばれる存在がいました。彼女たちは時代の王を選ぶ存在です。それは創造主にとっての脅威でした。故に18年前、広峰陽子は創造主によって存在を封印されたのです。皮肉なことに、当時の彼女はベテルのために悪魔を狩る優秀な悪魔払いでもあった。その通り、信じていた創造主に裏切られ、彼女はベテルを深く恨んだ。カディシュトゥはそんな彼女に取引を持ちかけ手助けをしたのでしょう。その後、彼女は自分の力を全て取り戻すためカディシュトゥと協力していた。あなたに近づいたのはカディシュトゥの狙いに関係していたのでしょう。つまりあなたの前に現れた広峰陽子は
封印された女神陽子の分霊のような存在だったと解釈できますね。女神の力を取り戻した彼女は全てを滅ぼそうとしています。ナホビノヨ、できることならあなたには始皇天へ向かい彼女を止めてもらいたい。世界は輪廻するのが定め、生まれ滅び、そしてまた生まれる。ですが王座を破壊されるとその輪廻のシステムが破綻します。輪廻が止まれば全ての魂は永遠に救われず深淵をさまようことになる。我が主はそれを望みません。どうか頼みます、ナホビノヨ。まさかベテルの天使に始皇天を目指すように言われるとは。ナホビノである我々は始皇天の王座で新たな創生を行うことも可能なはずだが、ベテルはそれを許すというのだろうか。とにかく一度東京へ戻ろう。私の知識も君に伝えた上で今後の方針を立てるとしよう。さて、いいか、ナホビノと創世について私が知る全てを伝えておこう。遥か昔から神々はその世界の覇権をかけて戦い続けてきた。創造主の秩序が生まれる前は豊穣神バールが、さらに遡ると太陽神ラーが王座にいた。王座についた神はその星を支配下に置ける。己の望む形に世界を変える力を得るのだ。その圧倒的な力を求め神々は争ったのだ。ナホビノと創世について私が知る全てを伝えておこう。始皇天、その最も高き地に王座がある。本来は創造主がそこにいるはずだが、大魔王が倒したと告げた。我らがナホビノに戻れたことからその言葉は事実だと考えられる。始皇天にはナホビノしか入れない。故に今まで行くことはできなかったが、君なら入ることが可能だ。ナホビノと創世について私が知る全てを伝えておこう。王座とは世界を滑る神の証だ。座についた神は世界の法則を定める力を得る。今の秩序を創造主が定めたようにだ。創造主の前には別の神が、長き時の流れの中座を奪い合う交代劇を繰り返し世界を治めてきた。我らは東京を救うためそこを目指す。ナホビノと創世について私が知る全てを伝えておこう。ナホビノとは神のあるべき姿だ。真の神と言ってもいい。古き時代の神々は皆ナホビノであったが、創造主は王座に着いた時に他の神々を悪魔へと貶めたのだ。その方法は知恵を奪うというやり方だった。世界の創生に欠かせぬ知恵をなくした神々はその時から神ではなく悪魔となった。そして奪われた知恵はエデンに封じられたが、それを人が食べ人の魂と融合した。以来悪魔は人の魂を奪い古の姿に戻ろうとしてきた。だがそれが成功することはなかった。創造主の金がある限り知恵を取り戻しナホビノには戻れないと思っていた時、先の戦いが起こったんだ。青髪のマナはスサノオという、私をもとに作られた人造魔人であり天津神の力を受け継ぐものなのだ。そして前にも言った通り、私は天津神つくよみだ。ナホビノに帰り東京を救うためこれからも協力をお願いしたい。そ
それでは私は始皇帝へ行くための道を調べることにする。ベテル本部が厳重に警護している上野方面に秘密があるはずだ。日本支部の総力を挙げて調査を行う。判明次第連絡をする。それまで待機してほしい。